さんですか？寂しい思いをさせたわね、お母さん。そうよ、お母さんよ、来て。ダメですよ、ロビンさん。ロビンも海へ出てんのか。うん、私のお母さんは考古学の研究がずっと忙しいんだけど、今度は海へ一緒に連れてってもらうの。そのために勉強して、私やっと考古学者になれたのよ。考古学者？そんなちびっこいのにか。うん、でもお母さんだもん。だってな。知ってる？サウロ。ん？100年間ぽっかり空いた誰も知らない歴史があるの。私のお母さんは世界中でそれを調べて回ってるんだって。それはまさかポーネグリフという石を探し回っとるということではねえか。ロビン、おめえ母ちゃんの名前わかるか？オルビア。じゃあまさかここはオハラという島では。